本日も始まりましたサニクリーンの泥層チャンネル。本日のテーマはこちら、かっこいい農家になるために。はい、ということで、2回目の登場、サイネリュウジでございます。ようこそサイネ農園へ。前回来ていただいたのが、6月だったと思うんで4ヶ月ぶりですね。あの農園の方ももう季節も変わりまして様変わりしております。今日はですね、秋のサイネ農園の様子見ていただきたいと思います。これがですね、ちょうど今日の午前中にですね、成長点を切るっていう作業をしまして、だからここを切ってしまえばこれ以上はもう、縦には成長しませんっていうことなんですね。この花の状態から、実になるまでっていう時間を逆算して、それが11月末になるのはっていうことで、この花が実になって収穫が終わったら今年のトマトは最後っていうことになるわけです。結構量もたくさん取れまして、美味しいのができたんで、まあ、1年目にしては良かったかなっていう感じですね。ここから生えたのが、今てっぺんどこに行ってるかっていうと、辿ってきますよ。これです。これまっすぐ伸ばすとトマトって10メートルぐらい平気で伸びちゃうんですよ。10メートルになると作業できないじゃないですか。なので自分たちの身長に合わせて作業しやすいようにっていうので、こういう要は螺旋状に誘引していくっていう方法を取ってるんですよね。温度センサーで、はい、自動に風がある程度の温度になったら出るようになってて、これ水道をつなげてて、夏のめっちゃ暑い時はそのミストが出るように、はい、したんです、急遽。なんでこれはちょっと僕たちもしんどいし、トマトもしんどいだろうということで。これキャベツの植え付けがですね、忘れもしない8月12日だったんですよ。そうなんですよ、聞いてください。ちなみに去年の夏って8月全然雨降らなかったんですけど、8月の25日までにキャベツを植えないとなりが悪いって、去年は晴れすぎてて植えられなかったというか、雨降る前っていうのが植えるタイミングとしてはいいんですけど、その植えるタイミングがないぐらい雨が降らなくて、で今年もまあそうなるんじゃないかっていう予想だったんですけど、逆に今年は雨が降りすぎてしまうと、除草剤とかも水で全部流れてしまうとか、キャベツの芽が水没してしまうとキャベツは苗ごと死んでしまうとか、まあいろいろそういうことがあったりして、なぜ8月12日って僕記憶してるかというと、8月13日から1週間ぐらいめちゃくちゃ雨降ったじゃないですか。でその前ってずっとまたこれ日照りだったんですよ。8月12日しかないってなったんですよ。8月13からもう雨降っちゃうから。で植えたはいいんですけれども、8月13日来てみたら、さっき言ったようにもう苗がこう出てるじゃないですか。もう水がほぼ浸かってて、でこれで24時間経過してしまうと、もうこの畑全滅なわけですよ。ちょっとずつこっちに水が流れるような感じになってるんです。向こうのが場所が高いんで、でこの辺に大きい池を作りまして、ダダダダダってこうこの川を全部こっちに流れるように、そこにポンプを据えてガーってかき流してたんですよ。ここはまあ水田だったんですけど、で事なきを得たっていう。これもういけるかな。10月の中旬ぐらいから12月中旬ぐらいまでの2ヶ月間出荷できるかなっていう感じですね。広島県内のお好み焼き屋さんとか、スーパーマーケットとかで販売されます。農薬大量にまけば蝶々なんかこう1匹も飛ばないような状態を作れるんですけど、なかなかキャベツって生で食べたりするもんだから、たくさんの人に食べてもらうために、大きい声で宣伝できるために、安心安全な栽培方法っていうのをこだわっていきたいですね。こう稲の間のサイズになってるわけですよ。収穫するときに、カゴをボン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 って置きまして、こう包丁取ります、取ったキャベツをカゴの中に入れてっていうのでどん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 進んでいくっていうための車ですね。これよくできてますよね。
あの大きさ合わせで収穫はしていきます。だからもう本当にまちまちになっていきますけど、はい、均一に同じ大きさに、例えばこの列は全部同じ大きさにとかっていうのができたら収穫もかなり楽なはずなんですよ。なんで本当今後に向けてはそこを目指していきたいですよね。農業だからすごくアナログなイメージあるじゃないですか。でこれだけその AI とか IT とか技術が発達して一番恩恵受けるのって今一番アナログな農業っていう産業だと思うんですよ。だからもっとなんか野菜って美味しくなると思うし、安定してたくさん作れるようになるんじゃないかなというふうに思いますね。あ、こちらはですね、トレビスっていう野菜なんですよ。で、色が紫キャベツ。おしゃれなサンドイッチ屋さんとかでこう断面萌えって言って紫のキャベツ使ってるとこ多くないですか。あれです。玉はキャベツよりちっちゃいんですけど販売価格は倍ぐらいで、コロナもまあ収まってきて、でホテルとかに宿泊されるお客さんとかもまあ増えてきてると思うんで、これからまあホテルとかに出荷していこうかなというふうに思ってますね。で国産がほぼないんですよ、まあ、せっかくまあホテルで出すもんなんだったらその土地のものを食べたいっていう宿泊客の方もたくさんいると思うから、じゃあ広島県内産トレビスっていうので、まあ、一つ付加価値つけてもらったらいかがかなということで、はい、これ除草のためがメインなんですけど、泥跳ねを嫌うんですね。要は雨降るじゃないですか。で泥がこっちつきますよね。すると病気とかになりやすいとかっていうのがあるんで、こうやって、まあ、マルチシート引いてあげて、はい、で、黒じゃなくて白っていうのは、まあ、光合成促進。あ、それどの辺が一番勉強になりました？こんなに自然、一番自然なのに、なんか科学とか、うんうん、最新技術とかが、うん、なんか役に立つんだなって。あの一番俺が最近言ったことで一番記憶に新しいところなぞっただけだったもんね。さあ本日の動画いかがでしたでしょうか。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、コメントとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。いくぜ、エマージェンシーデカレンジャー。